次郎くんとまさかの日ごじダンス。おいおい、今のやべえぞマジで。おい。どうも。どうもじゃないよ。どうもじゃないんだよ。どうも。どうもじゃないんだよ、老人。どうもどうも。ちょっと頼むよ、マジで。どうした？今さ、スタッフがさ、ちゃんと10ね、やってたよね。みんなね。19、8、7やってたのに。何？だから、LINE してたの？LINE してない。危ねえよ、レッドラインで逆に。LINE してませんよ。大丈夫なの？ここはどこでやってるのって聞かれて。はいはい。早く打たないとって思ってたら時間が過ぎてた。びっくりしたよ。スタッフがさ残りもう開始って言った瞬間にずっと下見て携帯見てるから、いやいやいや、おい、次郎くんとがいつまでたっても来ないから、かといって僕からマセくんとは言えちゃダメだから。次郎くんとって言って俺マセくんとって言って、大丈夫、それでもいいの？それでもいい、それでもいい。お願いしますよ。すいません。はいはい、まあ、生放送ならではのね。聞こえないんだよな、なんでだろう。聞こえない？まあいいや。俺帰ってきてない。てか音量上げるんだよそれ。いや上げてるんだけどね。すごいね、今日ジロちゃん珍しいね。こんな、もう、 うちのファンの子めっちゃ笑ってるよ。え、もうそれファンちゃんね。そう、うん、あ、回すの？いや回してんだけど。あれ本当ね、暗いね。まあいいや。なんかね、音の返しがないみたい。いける？ちょっとさ、すごいね、うちの会スタッフだからね。これ5でいいのか。すげえな。すいませんね。あ、全然。あ、新しいの？新しいの。何でもありだろこれ。これがおかしいの。普通はオンエア前にそういうもんね、だからやるのよ。あ、すみません、申し訳ない。あれ、俺なんかおっしゃいました？いや、いいんですよ、これが生放送ってやつですよ。まあまあまあ。普通はね、そうだ、みんなも言うかも、友達も言うかもね。うち普通、生の前に直すんですよ。さあ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 、ジロちゃん、でも、あの、久しぶりですね。聞こえた。な、久々ですね。あの、約1ヶ月ぐらい、いませんでしたから、僕。え？いませんでした。あ、いませんでしたね。そうそうそう。そうなんですよ。そうなんですよ。僕を困らせたいのか知らないですけど、いなかったんですよ。失礼いたしました、本当に。いや、飛行機の中で見たよ。見たよ。いや、一人はね、やっぱきついよ。いや、でもすごかったよ、ちゃんと回してて。そう？うん。何喋ってるか、ね、マジでは。よくないですよ。なんか、ただ、スタッフちゃんが、ほら、お酒とか買ってきましょうかって気使ってくれたんでしょ。なのに俺飲めないから、ね、そうなんか運転もあるね。そう、運転もあるし、お酒飲めないんですよ私。笑っちゃったね。はい、大変だったね。そうなんですよ、大変なんですよ。どうだった一人でやってみて。一人はやっぱ無理だね。あ、まあ、ライブ配信やってますけど、ライブ配信のとこ、はい、画面の見てる人とのコメントもあるからまだあれだけど、一人で画面に黙々と話すっていうのは、はいはいはい、やっぱなんか決めて話さないと無理だね。やっぱでもそうだよ、うちらライブ配信やってはいるけど、なんか話決めてやんないとまずいよねって言ってる時点がまずいけどね。まあ確かに。しかもその日あれだから、俺本番5分前ぐらいに入り込んでるから。見た。そう、スタジオに。なんかめっちゃ急いでて、なんかさ、そう、めっちゃ急いでた。隣のボードとか触り出したのね。最初に来た瞬間ね。いや、それボード取ってもらってもいいんだけど。そう、なんかコロナ対策。そう、これ最初やらなくちゃいけないですか。最初やりますよ。ロージ君。こっちじゃないから、こっちだから。こっちね。じゃあ、すいません。はい。毎回ですね、経営を行っておりますということで、うん、あと、換気は50分に1回行っています。はい、番組入れ替え時、スタジオ内すべて消毒をしています、うん、除菌機器を導入しております。はい、こちらのスタジオではね、窓があるので、緊急車両のサイレンや、うん、台東区の緊急放送がマイクに入り、うん、聞き苦しい点があるとは思いますが、はいはいはい、ご理解くださいということで、くしゃみが出そうだった。もうそれ別に台東区も何も関係ないぞ。あ、そうなのね。まあね、僕らがお見苦しいかもしれないこともあるかもしれないんですよ。なんで噛むのよ、これは。お見苦しい。はい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 。いや、でも、なんかジロジロ元気になってるね。元気になってるねってどういうこと？うん、なんかさ、しばらく触らない間にさ、ラジオ慣れというか。そうか。もうずっとジロジロだったら喋んないっていう人だったの。
いや頑張って喋ってて頑張ってくれたのね。頑張って喋ってて、ありがとう。何もあれだけど、いやなんか最近変化ありました。変化もう4月ですよ。そうですね、うん、昨日、うん、はいはいはい、昨日一昨日ぐらいかな、うん、まあ、車で走ってたら入学式多かったのかな、はい、うん、あ、そうだね、子供たちがなんかランドセルそうだねしょって、なんか何お母さんお父さんも清掃な格好で歩いてたから、ね、言ったらでも僕もゼロちゃんもうそういう年だからね。けど今なんかあれっぽいっすよね、うん、保護者は中に入れないみたいな学校が多いみたいですけどね。あ、そうなの、見れないみたいな。卒業式もね、なんか絶対知らんよ外でなんでさっきからうんやってんの、もう知らんやん絶対。うちの会社のね従業員の人たちもなんかそれは言ってたんで。そうなの、そう、なんか立ち会えないけど、まあ仕事休んで行っていいですかみたいな感じで言われたんで、あ、そうなの、うん、知ってんのみんな。コメントちょっとお互いうちらのファンのコメント、俺の枠はちょっと何も飛び交ってないんですけどスタイルの皆さんも知ってます、知らなかったねえ、意外と、うん、なんかね、うん、まあ、これからコロナもなんかまた増えていくみたいな話も出てますけどね。知ってる人もいますね。家族2人までは大丈夫です。あ、そうなんだ、うん、まあ制限があるのかな、まああるのかもしれないね。そう、俺も昨日ワクチン3回目やっと打ちました。あら、おめでとうございます。やっと打ちました。打ってない人も多いみたいですけどね。おめでとうなのかわからない。いや、おめでとうなんじゃないのワクチン、スタッフ陣も3回目打った。あ、2回目までみんな打ってない。あ、2回目まで。あ、そっかそっかそっか、2回目まで。去年の6月に2回目打ってんだけどさ、うん、めちゃくちゃ12月か11月に打たなきゃいけないのを今打ったからね。な、予約が取れないとかじゃないの。いや、単に俺が時間ないだけ。いやなんか ね、 時間ない。これね、結構勘違いされがちなんだけど、ライブ配信者ってね、暇人だと思われてるね、うん、あー、そういうことね。いや、やっぱね、思われるけどね。え、実際さ、ちょっとさ、ここのさ、スタジオでライブ配信者って結構多い？そんな、いや、そんなことないんじゃない。そんな、ちょっといるぐらいでしょ。結構暇人でイメージ正直ない。正直正直もう気づかなくていいからやっぱあるよね、ぶっ飛ばすお前ら。いやいや、あるよね、そうだよね、普通はやっぱあるよやっぱ大丈夫あるよそら、まあ、体調大丈夫ってね、今コメントありましたけど、体調は大丈夫です。なんかワクチンで体調悪いのか、うん、ちょっと昨日朝まで遊んでたから体調悪いのか分かんないんだけど忙しいイメージあるって今言ったのに遊んでたって言っちゃったら本当に言っちゃう。いや、遊んでないです、遊んでない。あ、そういうこと。言い方がねちょっと悪かったね。忙しかったんだね、うん、そうそうそう、それでそれで。いや、昨日ちょっとね、だからその打ち上げがあったんで、ちょっと参加しただけなんです。うん、遊んでた。はいはいはい。まあまあ、それで。それで？どんな打ち上げをしたの？どんな打ち上げ？だからポコちゃんのだからその始球式。ああが本当は昨日あったんだけど、横浜ベイスターズがコロナ出ちゃったんで中止になって、ね、うん、まあ結局遠方から来てる人もいたから、そうだよね、どうするってなって、じゃあ一回お食事会しましょうかってなって、うん、あれポコちゃんがやってくれてるやつなの？じゃなくて。いや全然。あ、そうなんだ、身内でね、うん、だからライバーさんが自己負担でわご飯をね招待してくれて。そうか、そう、あれでもちょっとね結構公式で発表されてたね。そうだね、うん、始球式ってジロちゃんやったことあるわけでしょ。始球式ないよ、やったこと。あれが初だったんじゃん。いや、何あれが初だ。あの昨日のその始球式中止になっちゃったやつ。いや、俺出ないよ。あ、なんだ、見に行くだったの。俺見に行く側で。ああ、じゃあやってんのかなと思ってさやってないやってない。だからそのライバーさんを応援した人はチケットがもらえるわけ。そういうことか。見に行けるチケットをもらえるから、その人たちが、まあ僕は関東圏内だから別にいつでも行けるけど、九州とか北海道の人は中止決まったの前日の夕方なんですよ。なんでもうホテルも、それちょっとひどくない？なんだ、交通費とかも宿泊費も、宿泊費も取ってるからこっちにもう向かっちゃって、うん、だからそしたら何もすることない。そりゃそうだよね。だからそのまあ名前出したくない、あたこ会長が、あ、会長が、うん、みんなね集めてご飯食べましょうってなった、うん、え、全部出したの？全部出した。行けばよかった僕。いや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 、入賞で投げてない。いやでもそういうことじゃないな好きだよ僕は会長。違う違う、その投げた人でチケットの権利があった人を招いてやってた。そうそうそう、誰でもおごるわけじゃないそのおごりに食いついただけでしょそんなことないよ全部出してくれたように食いついてきたでしょゼルさんの親友なんだからどこまでやってよまあだからそのチケットゲットした人はまあ20-30万投げてるから。え、そう、投げた、投げて、そうなの、投げて
だからいいこと聞いたね。だから仲良くしてもらえ、申し訳ないっていうのでそうなの。そうそうそう、やったぜ。いや別に仲いいから投げるっていうわけでもないけど、まあ、うん、マジか。まあ投げてもらってるしね。ユニクロとか行く？え、ユニクロとか行く？あんま行かない。うわほら、なんで、ユニクロだぜ僕ズボン。なんでもう服とかユニクロだぜ。逆に俺服最近買ってないよ。あ、もう家にいっぱいあるから、うん、何がよ何がよ。え、ルイ・ヴィトンかい。いや俺ブランドじゃないかな。何ブランドじゃないかな。だから今も結構レッツのやつとか、うん、いくらそのちょっとジロさん服って、うちのファンとかジロさんこれ全部今日なんか恥ずかしいけどレッツの。レッツって何よ。レッツ、浦和レッツ、浦和レッツサッカーの。そう、さっきも試合あった。いくらそのその浦和レッツの服は。服、うん、それ金額。なんで、なんで、教えて、なんで金額言わなきゃいけないの。そういうのやろうよ。このうちのラジオはそんなのなし。やろうよやろうよ。この T シャツ。うん、その T シャツ13,000円。ほら、うわ。いやコラボだから高いんですよ。うわ、もうそれでアンアン何回いけんのよ。アンアン焼肉アン、焼肉アンアン何回いけんのよ。ねえ、怖いわ。僕時給700円とかのバイトで。いやなんか潰し合いみたいになってくる。あなたの T シャツもいくらやそれ。カリスタッフもいじってない。やめやめ、ちょちょちょ。ねえ、思いましたよね。思いましたよね。あかんって、僕のほら韓国で買った偽物かもしれんから。堂々と言っちゃってるけど。韓国で買った。もしかしたら分かんない、韓国で買った偽物かもしれん。いやそうなのね。いや一番服金かけてるでしょ。なんだかんだ。いやあのね、でもこれ実際本当ファンのからもらったもんだから あれだけど。ああ、まあ、あまあそうか。そうだよね、マセ君は結構いただき物を着て。そうなの、自分ではね、僕に服買わないスタンスなんですよ、うん。まあ、俺もあんま買わないスタンス。買ってるじゃん、いいな。それはね、食べ物ってジロさんちなみに何食べるの。何食べるの、うん、あこれまあ言ってしまうと、配信で毎回スーパーに行く配信をしてるんだけど、あれスーパーの食べるんだね。そういうの全然自分にお金かけない人なんで。あ、分かる、それは。そうだから、ご飯も、うん、だから仕事が9時10時に終わるから、はいはい、スーパーその時間行くとなんか弁当とか半額だから。そんな食べるの。食べるよ。なんかジロちゃんと分かんない、謎だよね。だ、半額王子って言われてますから。どういうこと、半額王子。え、何や、半額、半額ばっかのものを買うっていう。本当に、あの夜中のスーパー行って半額だけを買うっていう。意外。なんかね、ちょっとスタッフ陣とも分かんないかもしれないけど、うん、高級なイメージが僕はずっとあって。いや、そんなでもないよ。本当、うん、なんか使うとか異常な人だなってイメージ。ポコちゃんにね。まあ、ポコちゃんもだし、ポコちゃんにだけ使ってるよね。なんか2人でご飯行ってもなんか僕が呼んだのに、うん、帰る時に会計終わってる人。僕はちょっとそろそろ取れてくわっていう。それはなんか年齢の問題もあるし、付き合いもあるじゃない。まあまあ、いやでも優しいよね。いつもなんか僕取れてくるねっつって帰ってきて、よしじゃあ会計しようって言ったら、いやいただいてます、あちらのあの浦和レッズバカからお金をもらっていただいてますので。違うんですよ、どっちにしろ割り勘にしようって言ってくるから。僕はそれがちょっとめんどくさいだけなんですよ。優しいな。もうすごい優しい。そのやり取りがめんどくさいだけなんで、ただスムーズにさーって出ればいいじゃん。もう僕はいつもジェルちゃんに1回ぐらいしか怒ったことないですけど、もう怒った後の1時間ぐらい、こう1時間ぐらい僕はさっき怒ったんだから、さっき怒ったんだから、次の店はもうさっき怒ったんだ。なんか しつこく言う。別になんか やればいいんじゃねと思う。なんかそうなの、うん、最近僕の周りは多いっすよ。かっけえな。じゃあ今日出したから今度俺出すねみたいな。なんかね、モテる理由がわかる。だからみんな今日安いんじゃね会計俺出しとこっていうパターンが多いかもしれない。マジで駄菓子屋ならいくらでも来るけど。ポコちゃんの駄菓子イベントは高いっすからね。あ、そうだね、あれは高いね。だからどうやったら男ってモテると思う。どうやったらモテると思う。あずいってさ、スタッフさ、男女ともに美人、美男美女、うん、思う。代表けどなんかあれですよね、なんか本業ではない人が多いですね。あ、多いよね多分ね。あれどうなんだろう、バンドマン社員さんなのかな。わかんない。違います。なんかバンドマンとか多分何か芸能やってそうだよね多分ね。イメージ、あ、ほら書いてくるんですよ。これ言っちゃダメなんだけどね。わかんない。わかんないけど。あ、そうなんだ。あ、そうなん。
ね、いいね、いい響きだよね。いい響きだよ。学生。言っちゃってるじゃん。え、なんでいいんじゃないの？いや、ダメなの？別にいいのかもしんないけど。いや学生だって俺もね、大学、うん、あ、大学まで行ってる？大学行ってるよ。ジルちゃんだから。大学名あんま言わないけど。言ってよ。何言ってよ。別にいいじゃん。いや俺一期生だったのよ。何一期生？一期生だからその学部ができて、はじ、何部活？何の学部って？なんか いろんな学部あるじゃん。何学部って？教育部とか経営学部とか、なんだ、経済学部とか、へえ、薬学部とかある、いろいろある。農学部とか。部活のこと？いや部活じゃない。ないよ。めっちゃあり。あのね、ごめんね、マセ君に説明すると、算数、国語、体育みたいな。中学までしか行ってないんだから。じゃあ体育の学部に入ったらもうスポーツしかやらないみたいな感じ。ああー、わかりやすい、わかりやすい。専門学校とかね。ごめんね、算数とか言っちゃった。数学ね。算数まで行くと小学生になっちゃうから。そういうこと。ああ、でもわかったわかった。ジルわかった。専門学校に行ったってことか。専門学校ではないんだけど、専門学校ではないんだけど、それ学部っていう括りがあるんですよ。この二人いると結構面白いな。まさか学部って部活っていう人いると思わない？だって学部って言うのよ。学校って言えばいいのに。学部なんて人いないよ。いや大学は大学で、いろいろあるじゃないですか。国立大学とか、ああいうね、都立大学とかあるじゃないですか。その中でその学部って場所にしたのか。専門学校、そう。だからその中で経営を学ぶ学部で、あ、ジルちゃんもそうです。俺が一期生だから先輩がいないわけですよ。え、学校できた瞬間に行ったってことか。あら、ツイッターにコメントが届きました。ツイッターにコメント届きました。誰だろう。ほら、なんか丁寧に教えてくれ。あ、でも来たよ。丁寧に教えてくれ。一応僕は優しいんですよ。さあ来ました。お二人はアーティストさんですか？アーティスト、どうですか、アーティストさん。アーティストに見えますか、逆に。確かにアーティスト感あるかな。どうなんだろう。ないよね。ないと。まあ、アーティストではないですね。ジローちゃん、あ、どちらかというと、うん、マセ君はアーティストの括りに入るんじゃないの？あ、デビューしたのは僕17歳で、アイドルだ、ね、確かに。そう、アイドル。そうだ。俺ただのおじさんです。サラリーマンのおじさんです。いや、サラリーマンのおじさんで、暇な時ね、ポコちゃんをやってるようなイメージを持たれてるかなって。でもジローちゃんは正直さ、何になりたかったの？何になりたかった？その芸能もしやってるとしたら、なんだろう、何を目指してたかったことない？お笑い芸人とかさ、タレントとかさ。まずなぜ俺が芸能に関して何になりたかったのか、そこなの気になるじゃん。これちょっと皆さん、ちょっと今これこちらちょっとコメント来たんですけど、どんどんコメントください。今こうやってリアルタイムで読めるんで僕たち、ちょっとね、見えるかな、こうやって読めるんでください、ください。いや、まあツイッターのただね、コメントをただ印刷してるだけなんですけど。いや嬉しいよね。二人はアーティストさんですか？アーティスト、どんな歌を歌いたい？これ、名前が書いてないけど分かんない。ファイティングスピリットさんだね。ファイティングスピリットさんね、そうだよね、ファイティングスピリットさん。もう闘争心よ、闘争心よ。闘争心。いや、あ、だから、まあ今学生だって言ってくれたけど、僕もあれですよ、そのスタッフ陣がね、そう俺は高校の時に、なんか芸能のマネージャーとかマネジメント関係をやりたいとか、あとはテレビ制作とか関わっていきたいみたいに思ったんだけど、まああんまり言ってもあれなんですけど、まあ時間の割にお金が合わないなって俺は思っただけで、それは本当に好きじゃないとできないなとは思って。それは間違いない。そうそれはアーティストもね。ん？アーティストもそうだね。アーティスト、まあ何でもそうですよね。確かに。スタートはただまあできるだけね、お金は稼ぎたいと思ってたから。だからすごいよね。だったら、まあうちのね、両親もちょっと公務員家系なんで、あれやれこれやれってガミガミ言われてたんで。そうなんだ。もう上から言われるのがもう嫌になっちゃってたんで。そうだから、まあ、大学もその一期生、だから先輩がいないところ、まあ、言い方としては、なんか俺が一期生だぜみたいな。二期生入ってきたら後輩しかいねえぞっていうね。言い方が俺は一期生だぜ。俺は一期生だぜって言われるじゃん。言われるじゃん。あ、まあ、でもさ、ジローちゃんってさ、最近も仲良くなってるから分かるんだけど、先
可愛がられるよね。そうかな、うん、なんか敵いないでしょ。敵、敵いっぱいいると思うよ。あ、本当？うん、わかんないけど多分後輩からは絶対嫌われない。うん、どうなんだろう。なんかさ、可愛がるじゃん。まあけど言うとき言いますけどね。あ、まあでも多分それでもね、嫌われないと思うんだよね。どうなんだろう。なんか可愛がってくれない？自分のこともそうだけど。どうだろうね。面倒見よくない？面倒見いいのかな、わかんないけど。なんかうるさくない先輩。うるさくない。いや、うるさいよ、はうるさいよ。し、仕事とかうるさいと思うよ。なんか一緒に組んでても本当に優しいなと思って。普通に40歳ぐらいの人で、おいてめえとか言ったりするよ。マジで？仕事中。おいてめえやばいじゃん。あんまりね、ちょっとコンプラ的なあれがあるけど。おいてめえやばいな。いや、別に何にもないところで言ってるわけじゃないから。あ、まあそりゃそうだね。そうそうそう。まあでもそっか、だって言って僕たちもあと数年したら40歳になっちゃうね。そうだね。5年6年くらいで。俺はあと3年。3年か3年4年か、うん、意外と年いってるんで。いやでも嫌だね、40歳になっちゃう。嫌だよ。そろそろ体のケアもしていかないと。そうだよ。そう、うわ怖いね、そう考えたら。そっか。そうですよ。だって最近までうちら30代すら怖いと思ったからな、うん、30歳になるの怖くなかった。まあね、35ぐらいで体力落ちてくるって聞いてたから。どう実際。いや落ちたと思うね。だからみんなそのね、学生とかオール朝まで飲みとか。懐かしい。そうそう、まあコロナでなかなかねできてない人もいるとは思うんだけど、今のコロナのさ、学生ってかわいそうだよね。そうだよね、うん、遊べないもんね。そうだね。そうだよね。ラジオ見てる子たちも若い子たちいるんじゃないかな、うん、かわいそうだからね、遊べない子もいると思うから。そうだよね。って考えたら多分すごい辛いんじゃないの、うん、今のこの子たち。まあしょうがないよね、時代が時代なんでね。まあ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 、うん、そうだよね。だって俺からしたらね、あの上の人たちはバブルの時代はすごい遊んでたりバブルとか聞いたことあるけど、うん、そこには触れないでおこうか。また説明が長くなりそう。確かに確かに確かに。まあバブル、まあ今ね、コロナ物価がねどんどん、あ、そうだね、上がってるじゃない。だから第二のバブルって言われてるよね。だから簡単に言うとさ、うん、ガソリン今102ないか、ガソリン。いや185円とか。だからでしょ、うん、昔って97円とかだから。その、え、倍安かったの、うん、そう。だ、簡単に言うと物価が安いから、みんな何でも簡単に買いやすいみたいな。そうなんだ。だからタクシー乗るのもあれですよ、奪い合いですよ。あー、そういうことね。昔はまあ想像つかない、俺も知らないから、そのバブル時代は。まあそうだね。5万とか10万の札束見せて止めるんだから。なんで止めるの。捕まんないから。あ、そういうこと。だからタクシーもお客を選べた時代。うわ、立ち悪いね。みたいですよ。俺はなんかわかんないけど。安かったのから牛丼とか。まあみんながみんなこんなやってないけど。まあでもそういう時代でしょ。そういう時代、そういう時代。すげえ。だってマクドナルドも昔安かったじゃない。僕たちの時代ってさ、ハンバーガー60円だったんだよ。そう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 。60円。で、チーズバーガー80円。そうそうそう。懐かしいなー。そうなんですよ。懐かしい。今、だから今さ、何セット500円とかありえないじゃん。あ、当時ハッピーセット400円。うん。懐かしいよね。なんでハッピーセット。ごめん、ハッピーセットが好きだったから。確かに子供の時ね。そうだ。なんでハッピーセットもらったんだろう。ごめんごめん、そうそうそう。そう。だから昔全然安かったんで。確かにハッピーセットじゃなかった。まあ今100円100円ぐらいになったの、チーズバーガー。わかんないけど。今120円で。120円。チーズバーガー。ねえ。バカな値段だよ。そう。バカな値段。高いもんだって。高すぎるもん。だから今輸入が難しいからね、まあ、しょうがないよね。まあね、コンビニも今ねどんどん値段上がってるよね。上がってるし。何が好きだった、ファーストフード昔。ファーストフード、マクドナルドじゃない、やっぱり。あ、まあまあ美味しかったよね。マックのポテトは好きですよ。中学生の時ってさ、特盛り食べれなかった。特盛り、うん、牛丼。わかんない。え、嘘だ。もうそれやめなよ。そんな調子するの。いや、調子ぶってんじゃん。女子にモテそうぶってんじゃん。朝食系だから意外と。そうなの。あんま食べないから。ずるいよ、そうやっても急にモテんの。いやいや、僕は食べてたよ。なんでモテるよ。それ別にさ、その人のさ、食べる量とさ、やめてよ、言ってよ。体型とかにもよるじゃん。言ってよ。キングサイズのこと言ってんだよ。あ、キングサイズが特盛り。あ、そうなの。わかんない、あんま牛丼屋行かないから。うわ、絶対嘘だよ、言ってたよ。絶対言ってた。言って、本当のこと言って。え、本当のこと言って。あんま行かないよ、本当に。僕も行ってない。
校も行ってなかった学生の時だとそんな行かないかな本当うん先生今カッコつけるでしょいやカッコつけてないけどじゃなんだステーキハウスかいステーキハウスとかも行かない中学生の時何食べた中学生、うん、中学の時部活帰りはもう牛丼だったじゃんいやわかんない部活帰り食べないよなんでよ絶対そうだよ今女子にモテようとしてるじゃんいやいやしてないえ、ね、部活帰りにどっかに寄って食べるってなくないそんな部活帰りは吉野家だったよそんななくないなんでそんななんか僕だけ貧乏になるのいやいや貧乏とかじゃなくて帰って家で食べんじゃないの違ううわってこれかっこいい感じになってんじゃないかそら親孝行してんじゃんいや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 家で食べる人多くない多くないよ帰り道に買い食いってそんななくないまあ寄ってコンビニじゃないのコンビニなんて、だって今の子たちは分かんないけど。コンビニなんて貴族が行くところ貴族貴族が行くんだ、あそこは。高いじゃん。高いじゃん。だってさ、弁当もさ、400円くらいするんだ、あそこ。まあね、別にコンビニで弁当とか買わないけど。またほらもうまたもっと高いやつ。だから高校の時はミニストップ寄ってたよ。ほら、ミニストップだよ。ハロハロとか、その。だからハロハロなんて高くて買わないんだよ。ポテトとか食べてたよ。なんの高いだろ。で、座って食べれる、当時はミニストップぐらいだったから、座って食べれる。そうそう。あそこね、お金持ちしかいない。あ、そう、ミニストップもう偏見の塊みたいになってじゃんだから俺ら部活終わんのが8時9時だから夜遅くない遅いよ、強豪校だから練習がっつりやるからすげえな、うん、ミニストップのハロハロって僕人生で一回食べたことないあ、そう高いじゃん、うん、あれだ、あのちっちゃさで400円ぐらいするの確かそんぐらいしたかな、わかんないけどアイスで400円だよ、高いよ、うん、ほら、みんな直行自宅直行とか言って金持ちなジローちゃんのファンはみんな金持ちそんなことないよ僕は絶対そんなことないよマセ君の方のコメントもあれじゃないのうちもミニストップ好きって書いてミニストップ好き金持ちばっかりうち違うあの中学高校でよ何ご飯屋に寄って食べて帰るってなかなかないんじゃないあんまりいないんじゃないそうなの、うん、あ高校はバイトに行ってましたよ高校バイト行くも金持ちじゃんなんて言ったやえ、何してたバイトちなみに人生初のバイトちょっと勝負しようよ勝負しようよ何を初めて買ったか勝負しようよ何を初めて買ったか、うん、高校でバイトして俺高校バイトしてないよほら来たこれだって俺サッカーしかしてないなんだよバイトする時間ないもんじゃ人生初のバイトは何してたの人生初のバイト、うん、あのこの浦和レッズのグッズを売ってるお店何歳の時何歳高校卒業してるじゃない18じゃあ僕は16の時に、うん、確かサンクスだよサンクスでサンクスと敵やってたよ敵やかき氷作ってたよだからアルバイトはみんな俺の高校もみんなしてたよ意外と何を買ったかが重要何を買ったか初めて何を買ったの初めて、うん、これ重要だよね何買ったのアルバイトのお金でうん、アルバイトなんだろうね僕覚えてるあ、免許じゃない俺オッケー、原付いや、原付じゃない、車車ねえ、もうレベル高くないじゃあ、うち、なんか、これ家庭それぞれだと思うけど自動車の免許自分のお金で取りなさいって言われたから俺、免許取ったの20歳なんだあれ、20万ぐらいしなかった当時いや、もうちょっとするかな20、まあ、30万ぐらいかかるんじゃないそれ自分で稼いだのえそうだよ裏バレッツのバイトだって当時時給700円ってできるじゃん800円ぐらいじゃないぐらいだよね当時、うんうん、超高いじゃん超バイトしてるじゃんだから大学生の時はそれしかやってないかな8時間のことじゃんあとは建設関係の夜勤か夜勤駅の工事3時間かな、うん、いえそんなに働いてたの3時間で、まあ、9000円ぐらいもらってたけどすげえうんまあ建設業ってもうちょっと高いぶっちゃけ、まあね、俺今こう専門でやってるけど、ね、だから3時間で3万とかもらえるよ本当はね掛け持ちですか、まあ、掛け持ちというかそのまたコメント届きますツイッターあのその裏レッツのお店で働いてていろんなねあ結構来てるよ結構来てるえ結構来てんじゃんありがとうございますファイティングスピリットじゃんいいなサッカー FW っぽいチームかあフォワードっぽいいやポジションねあまあ、サッカーは最初はフォワードやってたけどその、まあ、ちょっと専門的な話になってくるから分かんない人もいると思うけど、352のフォーメーションだったんですよ高校1年生の時ディフェンスが3人の中盤が4人の、うん、あ違う中盤が5人のフォワードが2人
だ攻める人が2人と、うん、真ん中がなんか俺小学生喋ってるみたいな、まあけどサッカー知らない人はそういう話し方でやらないと分かんないね、うん、ゴールキーパーがいて、あ、守る人がいて、だから守る人3人の時は俺はフォワードをやってた、攻める。そのフォワードっていうのは多い方がいいの？そんなことない。それはチームによって戦術だから。へえ、うん。そんな自由なんだね。書いてもいいんだね。うん、全然自由自由自由。あ、そうか。ほら。あ、すごい。フォワード、MF、DF、GK。やってたねサッカー。ミッドフィルダー。ミッドフィルダー。あ、サッカーやってます？やってるね絶対、あの書き方はね。イケメンだしね。僕もやってたんだよ実は。3ヶ月だけゴールキーパーやってたんだよ。3ヶ月だけゴールキーパーやってたんだよ。さ、あの、あそこに当たっちゃったの、あそこに。ミニストップいいですよね。さすが分かってるな。そして左の人は経営者っぽい。僕どっち、こっち僕じゃねえ。ジローちゃんやっぱバレてるじゃん。経営者でもないけどね。俺2番目が好きです基本的に。経営はしたくない。あ、そうなの。うん、経営を学んで経営者にはなりたくないかなって思ったけどね。経営者ってどうやったらなれるの？どうやったらなれるの？別に今からでもなれますよ。あ、そうなの、うん、右の人は内村航平に似てる。内村航平さんってあの体操選手じゃない？おー、嬉しい。似てるかな。あんまり思ったことないけど。そしてコメント読んでくれてありがとうございます。初めてお二人を拝見しました。まだファンではありませんが、今後ファンになるから優しいな。自己 PR お願いします。自己 PR？ 自己 PR お願いします。さあさあさあ、自己 PR。自己 PR？ うん。僕はあれですね、はいはい、基本的なんか、まあ言い方悪いですけど、適当な感じが。そうだよね。そうですね。それがいいよ。うん、適当な感じが売りかなって思いますけど、それがいい。あのライブ配信もお互いポコチャっていうところでやってるんですけど、でハピネスジローって名前でやってるんですけど、はい、うん、あんまりね、あの広めたくないです、その名前を。うん、言ってたよね。そう、最初からしたよね。そう、広めたくないんです僕は、うん、僕は別に表に立ちたくないんで、逆を言えば裏方さんの方がやりたい人なんで。実力発揮するよね、裏の時。なんかいろいろ、例えばマセ君を、例えばね、なんかドラマに出したいと思ったら、なんかそのドラマのね、実際やってるしね、本当に。制作とかに声かけて、こういうマセ君っていうのが、マセさんがいるんですけどって売り込むっていう、そういう方が俺は好きでやってるんで。しかもそのプロなんで、うん、本当にやってるからね、その、うん、そう、何回か芸人さんにも会わせてもらった。だからまあこれもノリでやってる感じなんですよ。そうノリで。元々ライバルで出会ってるもんね。そう、どちらかというとマセ君一人でやってもらった方が僕的にはいいのかなって思うんだけど。なことないでしょ。そしたらまさか先月来ないから俺が一人で困っちゃうっていう。すごいよね。まあお互い忙しいのもあるからしょうがないんですけど。確かに、ね、確かに、ね、そうだね。まあ今後いろいろね、はい、マセ君とも話してどうしていこうかっていう話を ね、ま、ね、さっきもしてましたけど。そうまあもうちょっとしたらいろいろ具体的な内容を話していこうかなと思いますけど。まだね、だから報告できるからね。そうです、うん、だからまあやりながら、まあどうにかしていこうっていう、うん、やりながら考えていく方向の方が俺は好きなんで、とりあえずやってみようからやってるんで、うんうんうん、これできるかな、どうしよう、やるやらないって考えてるよりもとりあえずやりながら、まあ、失敗してもいいからやってこうぜっていうのでやってるんで、うんうん、まあ、先月は僕の放送事故的なもの。僕はずっと放送事故と言ってるんですが、僕面白かったね、うん、全然そんなことないって言ってるけど、あれ好きだったわ。ジローさん、あの回の方がむしろ結構見てて、逆に生放送感が伝わったとか言われたけど。そうしかも何回も終わらせてください、終わらせてくださいが。そう、僕は PR 特にないんですけど、あの意外かもしれないですけど、ジローちゃん健常者で僕障害者なんですよ実は、うん、見えないんですけど、10万人一人の障害っていうのがあって、病気、難病を持ってるんですけど、うん、で障害者なんですけど、でそれジローちゃんと話してから協力してくれるって言って、うん、こういう配信やっててね。そうだから目的としてはその、うん、まあラジオだからスポンサーとか、まあ見てくれる人から、うん、まあ募金とかじゃないですけど、うんうんうん、支援してもらいながら、はい、それを使ってなんかしようって話だったんですけど、うん、まあいろいろ、まあ今4ヶ月目やってみて、まあいろいろ方向性が見えてきたんで、そうだね、うん、まあ来月、再来月あたりなんかいろいろ、まあマセ君と2人での方向性的なのが、まあ、決まりつつあるかなみたいなのがあるんで、
まあ、ちょっとみんなにみたいなところも出てくるかもしれないけど、もしかしたらね、うん、マセ君のファンはマセ君にねちょっとついてきてもらえたらなと思いますけど、うん、ちなんか基本あの中は全然いいから、あの向いてる人は全く同じなんだよ、うん、そこはね大事。だ僕のファンは、うん、ファンって言い方が分かんないけど、応援してくれる人は、うん、まあ、好きなようにやればみたいな人が多いんで、だからね、配信のイベントどれにするとか、うん、多分マセ君相談すると思うけど、うん、俺どれにするっていうよりも、あ、何でもいいよみたいなやりたいのやればいいじゃんみたいな方向があるんで、そう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 、うん、だからよくねこれポコチャとか、まあ、17とかね、いろんなショールームミクチャとかいろいろありますけど、はいはいはい、ふわっちとか、まあ、イベントやるときにみんなねイベント疲れとかねあるから、ある、まあ、応援疲れるとかあるんですけど、まあなんか、まあ、適当に応援するよみたいな感じで、あ、その方が楽だね、僕の枠はなんかあんまりどうなんだろう、うん、イベント疲れみたいなのはないのかなって感じです。その方がでも楽なのかもね、もしかしたら結局、うん、なんか長く下手に考えちゃうよりその方が楽なのかも。まあまあまあ、なんかそんな感じで、まあ、適当だからみんなもなんか適当みたいな部分が、ね、うん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 、あるかなっていう。なんでメガネ取ったの？あ、アピール、かっこいいアピール。メガネしてる方がかっこよかったじゃん。いや、わかんないけど、撮った自分も見てくれみたいな。結構明るいなと思って。ああ、そういうこと。これずっと暗く見えてたんだけど、あ、意外と明るいんだなと思って。だから俺さ、夜さサングラスかけて歩いてる人、うん、なん見えるのとか思うもん俺。これでもドマ入ってるから、ファッション、いやドマ入ってるんだよこれ実は。めっちゃよく見えるんだけど、なくても意外と画面で見えるんだよね。あ、まあだから今さ、うん、そのサングラスに銅入れる人多いけど、おいおいおい、よ、夜中とか見えるのとか俺すっげえいつも思うの。逆にね、サングラスかけない人だから。あ、かけないよね、うん、かけない。楽だよ、めっちゃ楽だよ。あ、そう、うん、あのね、目が疲れない。ああ、そういうこと。うん、なるほどね。楽楽、あの、なんだっけ、よくない、あのブルーライトカットもしてるから、うん、めっちゃいいよ、ゲームするから。だっけ、運転してる人もかけてる人たまにいるけど、いる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 、見えんのかなとか思う。見えるよ、じゃあ意外と見える。やった方がいいよ、配信やってる時とかもその方がいいと思う。ああ、そう、うん、まあ、あんま画面見てないかもしれないけど、ね、僕はね。確かになんか食いな、まあ知ってる人ですよ、俺食いながら配信したりしてるんで。もうラジオが多いからね。あとはこういうラジオとかで垂れ流しとか、うん、そうね、そうね、そうね、うん、あとはラ仕事中ラジオ配信とかが多いから、ね、やってるね、うん、さあ、ということで、次郎ちゃん枠、僕枠の皆さん、質問のコメントよろしくお願いします。どん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 ポカちゃんの質問も読み読んで、これからコメントお願いします。どうぞ。なんか今回ツイートツイッターからが多かったね。多かったというか嬉しかったね。ファイティングスピリットさん、うん、多分プロレスだよね、ファイティングスピリットさん、名前的にね。多分アズーリのプロレス好きで見てくれてる方だと思う、ね、かな、うん、どうなんでしょう。さあ、逆に質問してるけどね、僕らがね。そうだね。確かに。いや、うちらがプロレスをそんなに、ね、がっつり見たことがなかった。プロレスこの間なんかちょっとプロレスの人に会ったけどね。あれさ、生で見たことある？ない、なんか見れない、音やばいよ、見れない。僕はちょっとパチーンって。あと、何のラジオですか？だって、ん、鳥越アズーリっていう、何のラジオですか、何のラジオですか、なんか、なんて言えばいいんですかね、まあ、インターネット番組ラジオみたいな感じで、そうだ、ね、今ラジオ、まあ、結構自由な感じでやれるっていうのが売りですかね。 うん、だからお酒も飲みながらやってもいいよって言ってくれたり、そう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 、そう、ライブ配信今みんなやってますけど、やりながらでもいいし、うん、まあ基本的になんかあんまり、まあ常識の範囲内でやる分にはいいですよみたいな。あ、音楽をリクエストもできるんですか？あ、音楽一応リクエストできるんですけど、うん、著作権の問題もあるんで、ちょっと僕らのカテゴリーが、ね、何でもかんでも流していいよっていうカテゴリーでやってないので。確かにそうだね。そう、別に何でもかんでも流していいよっていうカテゴリーだったら、そこらでみんな流れてるような音楽流せるんですけど。そうなんだよね。あ、ツイッターにもコメントがいただきました。質問のコメントが来た。だから基本的に、なんだろう、なんて言えばいいんですかね、難しい。確かに難しいラインだね。さあさあ質問いただきました。オリジナル曲をメインで流してますね。あ、ハピネスのマセショータ覚えたよ。ハピネスローマサングラス取ったらイケメンなのね。優しいな、優しいな。ハピネスローほら、やっぱりアピールだったんじゃないんですか、これは。つけててもイケメンやけどな。優しいね、ファイティングスピリッツさん。あれなんですかね、いろんな番組見てる、見てくれてる、多分
アズーリのファンの方なんじゃないかな、ファイティングスピリットさん。ありがとう。優しいね。まあね、僕の過去の辛い映像も見れますからね、 YouTube で。 あれは載せないでって言ったんですけど多分だからそうだよね、多分もともとここの番組とかアズーリのファンっているらしいよ、ちゃんと、うん、アズーリ自体の、ね、うん、そういるって聞きましたね、うん、うん、多分ファイティングスピリットさんってそこのファンでうちのことを見てくれたんじゃないかな、いい方なんだと思う。物腰柔らかでね、まあそれで知られてもらえるのは嬉しいですけど、ね、嬉しいよね、うん、神回ですよいや、ある意味僕的に事故の神回ですよ、うん、嬉しかったよ。僕はずっと言い続けますよ、うん、放送事故といや、ジローちゃん一人の回僕嬉しかったけどな。ちょっとさ、すげえ脱線しまくってるけど、一回戻っていい話、うん、いいよいいよ、サッカーの話に戻っていい？なんでよ、いいよ、何よサッカーどうしたのよ。だから352だとフォワードだけど、うん、442だとサイドバックって言いたかっただけ。わい？いや今簡単に時間がないからパパッと言ったけど、もともと持久力はあったんで、僕の代で170人いたんですよ、うん、サッカー高校の時、はいはいはい、僕の代でだよ。待って、めっちゃ目マジじゃん今日のラジオで一番目マジな瞬間ってサッカーの話してる。いや、サッカーの話は多分60分一人でできますよ。すげえこと言ってんじゃん。なんか裏レッズの情報番組ってやれば多分俺ずっと延々と喋ってますよ。レッズが好きなんだね。レッズが好きだから海外サッカーあんま見ないですね。ああそう、僕の場合は。今日ジロちゃん誰がちなみに見に来てくれる、名前ちょっと言ってあげたら。え、今コメントくれてる人だけでもいいから。いや、なんで来て見に来てくれてるよって。さくらちゃん、ボールくん、きみちゃん、ありがとう。なんでそれを言う。喜ぶじゃん、また見に来るよって思うじゃん。こうやって、あ、福ちゃんいなくなった。なつきちゃんありがとう。湘南ベルマーレって知ってますか。知ってます。バリエティありがとう知ってますよ。湘南ベルマーレ、はい、チームですよ。レイゴちゃんありがとう。基本的スポーツは全般的に見るけどね、うん、基本的にはね。湘南ベルマーレも有名なの。有名なのって言い方は分かんないけど、うん、そういうメジャーチーム。湘南に住んでる人は湘南ベルマーレを応援する人が多いんじゃない。まあ好きな選手がいるからそこを応援するっていう人もいるし、うんうん、僕は初めて今聞いた。だから知らない人は知らないんじゃない、もうサッカー興味ない人。ああまあそうかそうかそうか、うん、サッカーで一番。俺は浦和に住んでるから浦和レッズをずっと小学校から見てるから、うん、まあ応援してますけど、うんうん、あれジロちゃんそれこそ僕はほらさ、ジェフサポっていうチーム、千葉だ。あ、千葉なんだ。ジェフサポっていうチームある。ん、違うジェフのサポーターですってことでしょ。ジェフのサポーター、うん、押してるのね。そう、押してるサポーターって何、マネージャーを押してるの。違うサポーターって応援する人たちをサポーター、うん、あー、ファンのこと言うのね。そうファンって言えやいや逆にサポーター知らないのって向こうは思ってるよ。そうなの、サポーターってつけるやつのこと言うんだよなあサポーターって絶対分かんないよ。そうなの、サッカー、まあ何でもサポーターって言いますよ。そうなの、そうです。サポーターって言うの。サポーターって言う。ジロちゃんともうスタッフ陣がめっちゃもうウェーで今日盛り上がってるんだサッカーで。そうなんだ。だから、まあ、一応強豪校に、まあ、僕らの代は強かったですけど今は弱いですけど。カンパ大阪、うん、ガンバ大阪すごいな、ガンバ大阪、うん、ガンバすえ、だ野球も詳しいの。逆にみんながえ、マセ君知らないのって人の方が多いと思うよ。パープルサンガ、過半数マセ君なんで知らねえのの方がいや、マセ君はなんでみんな知ってんのって言ってるけど、うん、逆になんでマセ君知らないのっていうの方がめちゃくちゃ多いと思うよ、多分、うん、横浜ドリノス。ドリノスよくマリノスでしょ。マリノス。さっきからさ、ちょいちょい名前わざと間違えてるのか。わざとじゃないね。多分メガネ外したからね。カンパ大阪とかさ。もうね、全然。あ、ミサンガ来たよ。来ましたよ。岸田健作さん知ってますか昨日も電話したよ昨日も岸田健作と電話した。ありがとうございます。もうお参りしてください。逆に仲いいですよね。仲いいのか悪いのか知ってて言ってるのか分かんないけど。あ、なんか知ってくれてるでしょ。 何仲いいとは別として、仲いいかどうか、なんか俺ら別にそんな仲良くないよみたいな。ケン君とは一緒に曲出してますよ。うん、そう、最近ね、今年2月ぐらいに曲
出しました。でなんかライブもやったんですよ。ライブもやったね。これここに立ててんのいいのかな、やっぱり。どうなんだ、ずっとね、なんか立ててる方がやっぱ多いですか。ロアッソ熊本。あ、そうでもないですか。ロアッソ熊本知ってる、うん、知ってる。だから俺はサッカーは国内は知ってるから、うんうん、すごいな、ロアッソ熊本。まあいろんな、多分もう50チームぐらいあるからね今。適当に言っても当たりそうじゃない。何適当、なんかチアーレ、チアーレ、チアーレ池袋。そんなこと言ったら何でもありじゃん。何でもいけそうじゃない。野球も6球団しかないけど何でもありじゃん。ピッコ、ピッコ京都。6球団じゃねえか、ピッコリ京都。12球団か、セリーグパリーグ。なんかハマりそうな気がするんだよな。何ハマりそうなの。ターコイズ、ターコイズ広島。何どこからターコイズって出てきた。一応チームの由来みたいなのはやっぱあるから。へ、うん、どのチームも一つ聞いていい、うん、なんで僕とジローちゃんって、ジローちゃんの方が圧倒的にスポーツ詳しいのに、うん、僕の方がスポーツ番組に呼ばれ、僕ジローちゃん呼べばいいのよ。マジでジローちゃんを呼んでよ。これ本当にね、それはインフルエンサー的なものもあるんじゃないの、つながりとか。そういうこと。いや俺ね、マジでジローちゃん呼ぶ。なんでスポーツ知らない俺呼ばれんのって言ってもさ、声かかって出ませんっていうのも嫌な人でしょ。いやまあね、確かに、うん、いや僕はマジでジローちゃん呼べばと思う。マジでジローちゃんの方が詳しいんだよ。いやそんな、圧倒的に。そんなこと言ったら別に詳しい人いっぱいいるじゃん。まあまあまあ確かに。だって僕なんか呼んだって分かんないんだよ。いや僕なんかって自分を俳優としてやってるわけでしょ。まあ確かに。俳優として呼ばれてんだから、俺出たら、え、誰ですかってなるじゃん。何やってる人ですかみたいな。まあそうやね。いやでもまあでもジローちゃん呼んだ方絶対面白いと思うよ。叩かれるんで僕出たと。チアの名前にありそうっていうコメント来てます。ピッチョ池袋とかないでしょ、そんなチーム。ダサいよ。ダサいよ、ピッチョ池袋。ね、まあけど名前は馴染むものなんで、ダサいなと思ってもね、ユニフォームもダサいなと思ってもね、まあ、サッカーやってれば日本代表のユニフォームとか毎回ダセーとか言われてるけど、結局馴染んじゃえば何もみんな言わなくなりますけど。確かに、まあそうだよね、うん、ピッチョ池袋めっちゃ書いてるもんね。いや、ということでジローちゃん、今回 もう残り3分、はい、まあ2分かとなってしまいましたけど、どうでしたか今回。やっぱ1人より2人がいいね。やっぱ楽しいよね、うん、そうちょっと焼き餅焼いた、まあ、ズームも面白かったけどね。あー、ズーム面白かったね、うん、ズームも意外と面白かったけど、いや、焼き餅焼いて、僕ジローちゃんが1人で出てる時とかも、うん、なんか、え、なんか楽しそうじゃんみたいな。じゃあ俺次休もうか。ダメだよ、それでダメだよ。次俺休もうか。でもさ、それでさ、やっぱさ、一人の時にね、楽しくされるのやっぱ寂しいわけよ。いや、楽しく やってるかやってないか分かんないけど。分かんない。いや、こないだ困ってたが一番強かったよ。楽しい、楽しくないより。本当、うん、すげえ困ってた。あっという間でしたって、うん。あっという間ですよ、本当に。いや、やっぱ、二人の時に楽しくしてよ。一、うん、人でそんな楽しくしないで。いや、そしたら一人でやってみたら、今度一人だってやってるもの、別番で。もう20年やってきても、まあね、そうよ、まあ2人だったらこう、うん、会話でね、そうよ、結構いろいろ話せるから。そうだね、そうだね、うん、なんか3本勝負やってとか ね俺一人の時はあったけど、やろうよそれ、やろう、いや、やりたいけどね、うん、いろいろね、ここでやろうとかいろいろ話はしてるけど、なかなか。曲も出そうがあったじゃん。あ、そうだね、うん、これは多分ね、うんうん、できないで終わるかなって思う。確かに。だって何もやってないでしょ今。やってるよ。あ、やってるの。やってる。曲自体進行してる。あ、そうなの。今進行してるの。進行してるんだけど、うん、どのタイミングでレコーディング入れたりとか、うん、2人が全然会えてなかったから3月、うん、じゃあ日曜にしようよ。あ、逆に。タイトルタイトル。さあ残り1分前。タイトルということで、まあ次回が2週間後ということで、日後のもんもだいぶみんな覚えてくれたし、あとグッズ24日、4月24日、そうそう、こんな感じでね、ツイッターのこの画面にもあるんですけどもね、このここの部分です、ここの部分、このマークね、マークのこれおしゃれでしょ、ジロー。そうだね、ホームページから、うん、ホームページからじゃないよ、ツイッターから、うん、ツイッターから飛んでくれると一番早いのかなと思いますけど、このジロちゃんの写真可愛いね。そう、うん、子供みたいね。だ、すずりっていうサイトで売ってますんで、
わかりました。皆さんぜひ、まあ、今日も貼り付けておきますとりあえず。待ってね、なんかいっぱいあります。そうそう、無駄にいろんな種類が結構出てますから。なんか何人かファンの子がねツイッターに載せてましたよ。ああ本当買ったよって。うん、まあ買ってくれたら嬉しいな。嬉しいよね、うん、はい、ということでありがとうございました、はい、いや嬉しいね。ということで、スズリの商品なのね。わかるわかるくなって。スズリのサイトか。あ、サイトのね。商品というか。ちょっとまたね、はい、次回がね、2週間後なんで。はい。ぜひ見てください。また24日。はい。24日。午後5時、はい、会いましょう。会いましょう。ではまたね。またね。ありがとう。